ワンピー側チャンピオン旬、ツーピー側チャレンジャー影。この試合どうでしょう。ワンピー側のプレイヤーですが、高段位のプレイヤーですから注目してみましょう。なるほど。第1ラウンドがスタート。ケツが最撃、投げていく、ダウン攻撃が決まる。横投げ、起き上がりに重ねていく。投げだ、ゲツが最撃、残り体力ごくわずか。投げで、ここで KO。 ここまでどうです。ワンピー側のプレイヤーですが、すごくガードが硬いですから、余計なダメージを食わなかったですね。そうですか。この後気を抜かずに相手の出方を伺ってもいいでしょうね。なるほど。ここからどうする。よろけだ、きっちり当てていく。続けて受け身を取った。残り体力極小だった。セットカウントは2対0。シュン、続けて日本選手。さあワンピアはリーチですよ。第3ラウンドスタート。起き上がりに重ねていく。チャンス、うまい。上腕最大ダメージに近い。うわー、かぶる、重ねていく。投げー、ミドルキック。そうだった。セットカウントは2対1。気持ちが楽になったんじゃないでしょうか。ここから追いつけるか。ファイト4、レディー、第4ラウンドスタート。後ろに下がった。投げが決まらない。投げていく、残り体力がスプーン。さあどうする。様子を見てるのでしょうか。畳みかける、ミドルキック。勝負あり。セットカウントは2対2。影1本取って追いついた。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。第5ラウンドスタート。ミドルキック、よろけた、投げ失敗、投げ抜け、よけられない。不審、きっちりまとめた。大勝利、さらにギリギリ、不審でチャンス、いい、壁だ、放送業員、畳みかける、熱い、残り体力パンチ一発分。どうした、勝負あり。いやー、熱い対戦でした。いやー、いい試合だった。影、勝利しました。銀河王鵬なり、ナムー。